再来年に東京で開催されるデフリンピックに向けて、今年6月、聴覚に障害のある人が観戦をより楽しむためのアイデアを競うコンテストが行われ、音を見たり体感できる最新技術を番組でも紹介しました。このコンテストを受賞したアイデアを体験できるイベントが今日から始まり、実際に私田中が音を見てきました。幕張メッセで今日から開催されているアジア最大級のデジタル技術の展示会、CTEC2023。皆様こんにちは。東京都知事の小池百合子です。小池知事のアバターが出迎える東京都のブースで、再来年のデフリンピック東京大会に向けた音の見える化が体験できます。こちらでは競技の音や会場の拍手の音を文字に表すことで、聴覚に障害がある人も楽しめるということなんです。競技中の音や拍手が文字としてリアルタイムで画面に表示される雰囲気応援可視化システム。卓球台の近くに設置したマイクでラケットの音や拍手を拾い、卓球台の裏に設置されたマイクで台にボールが当たる音を拾っているということです。今回デモンストレーションを行った、前回のデフリンピックで銅メダルを獲得した灘光慎太郎選手は、新しい競技の楽しみ方に期待を寄せます。音が見て違うのが分かると、それだけで面白いですし、その聞こえない人は当然なんですけれども、その聞こえる人でもその音が見えるというのは楽しさが増えるのかなって。またデフリンピックに4大会連続で出場し、8個のメダルを獲得している亀澤里穂選手は、スポーツ観戦以外にも広がってほしいと言います。自分は娘がいるんですけど、娘の会話がやっぱり壁があるので、なんか泣いている音、怒っている音、その感情に合わせて文字になるとすごい面白いですし、その壁も壊せる可能性はあるんじゃないかなと思いました。また競技の音を振動で体感するものや、観客の表情を AI が解析し、その感情を文字にして表示する技術も体験できます。さらに見える補聴器というものも。こちら見える補聴器ということで、眼鏡をかけると会話の内容が文字になって視界に映し出されるんです。私が見えているのがこちらなんですが、早口言葉も認識できます。生麦、生米、生卵。音を見て体感できるこのイベントは、今週金曜日まで開催されています。はい、会場には2年後のデフリンピックに向けてさまざまな技術が集結していました。小松さんも以前これらの技術体験していましたけれど、比べていかがでしたか？はい、そうですね、その時と比べて特に卓球なんかはよりこう実用化されてましたし、改良を重ねて大会で使われるのが本当楽しみだなと思いましたね。そうですよね、はい、その卓球の音を可視化する仕組み、耳が聞こえない人だけではなく、聞こえる人にとってもより音の臨場感を感じられる仕組みだなと実感しました。私自身卓球の音に注目してみたのも初めてだったんですけれど、とっても新鮮に感じましたし、他のスポーツの音も見てみたいなと思いました。さらにこの仕組み、スポーツだけでなく電車の駅でも実証実験が行われました。去年6月 JR 上野駅では、アナウンスや電車の発着音を文字に表して可視化しました。走行音やブレーキ音、発着音など音の種類によって文字のフォントや大きさを変えることで、障害がある人にも音の情報を正確に捉えてもらい、駅をより安全に使ってもらうことを目的としているということです。